ソ連製の 2K6 ルーナロケット砲は、ロケット弾の発射に特化した大砲の総称のことで、あり、ロケットランチャーの一種である。複数の発射機を持つものは、多連装ロケット砲と呼称される。シェミエノビチの3段式ロケット弾この兵器にて、使用される弾丸は、ロケット弾と呼ばれ、水力を持ち、自力で飛翔する能力を持つ。 基本的にはロケットによる水力で発射機から加速、発射されるが、下方形式の発射機の一部では、初期加速に発射用の火薬を使って打ち出し、外部に出たところで、ロケットに点火、推進するタイプも存在する。ロケット発射機には、薬室と汚染がある下方の形式を持ったものやレール上に、設置した玉体を発射するもの、保存。 運搬容器から直接発射するものがあり、基本的に方向、発射角度を調節できる機能を持つ。通常の火砲と比較すると発射機に必要な強度が低く、また、ロケット弾の命中精度が通常の火砲に比較して劣ることから同時に、多数のロケット弾を発射して一度に大面積を制圧するという用途に使われることが多い。 ロケット弾はその特性上、発射時に大量の高熱の噴射ガスを噴出するため、遠距離からでも、その発射を確認することが容易である。このため、発射地点を特定されて機の反撃を招きやすいという欠点がある。この問題に対応するため、軍用トラックや早期車両に発射機を搭載し、自走放火される例も多い。また、 噴射ガスが報酬変を焦がすことがあるため、発射時は安全圏に避難するか噴射ガスの影響を受けないようにした設備に入る必要がある。一部のロケット弾では燃焼すると有毒ガスを発生する推進剤を使用しているものがあり、それを発射する場合はそのいても含め、周囲の人々は防毒マスクを着用する必要がある。 なお通常の方の砲弾にロケットブースターを追加したものもあり、こちらは通常の砲弾では到達しない、長距離に打ち出すために利用される。多弾式ロケット弾開発者、カジミエシュ・シェミエノビッチこの種の兵器を初めて運用したのは火薬を発明した中国であり、ヒアと呼ばれた簡単なロケット発射機であった。現在でも、 中国ではロケットにこの名称が当てられている。欧州で近現代的なロケット弾が実用化されたのは17世紀半ば、ポーランドリトアニア共和国の科学技術者、カジミエシュ・シェミエノビチによる。このロケット弾の実物は現存していないが、その構造はアムステルダムで初版が刊行された彼の著書アーティス、マグネ・アーティレリーに詳細に解説されている。 ロケットは三段式で固体燃料を使用し専用の砲台により発射された。後には現代のミサイルに見られるようなデルタウィングによる制御機能が搭載された。ポーランドに遅れること1世紀、18世紀半ばのイギリスではインドのマイソール王国との戦争を通じてコングリーブロケットが使われるようになった。これはアメリカ独立戦争などでイギリス側の兵器として 用いられた。これは巨大なロケット花火のような風体をしており、姿勢の安定は後部に伸びた棒によって行われ、技術的には古代中国のヒ矢と同じものであった。大砲の発展により、精度の劣るロケット兵器は一時衰退したが、第二次世界大戦では多数のロケット砲が実戦使用された。ソ連のカチューシャはトラックに、 多連装ロケット発射機を乗せたもので、一斉に小型ロケット弾を投射して、地域制圧射撃を行い、スターリンのオルガンと呼ばれ、ドイツ軍に恐れられた。一方のドイツ軍は、より大型で一発あたりの破壊力が、大きいロケット弾を発射する、各種のネーベルベルファーロケット発射機を使用し、こちらも一部は、装甲ハーフトラックに搭載された。 同じドイツ軍のシュトルム・ティーガーは、スターリングラード攻防戦で頑強な農業サイロンを、通常の戦車砲が破壊できなかった反省から、開発され、もともと海軍の対戦用だった 38cm ロケット球砲を、搭載し、陣地、建物破壊用に用いられた。また、日本軍では、ロケットは、噴進砲という名称で呼ばれ、4式 20cm 噴進砲。 4式40センチメートル分身砲が開発、採用され、太平洋戦争末期の洋島、沖縄での戦闘に投入され、海軍航空隊を中心に空対艦ロケットや空対地ロケットなども数多く開発され、実戦にも投入された。第二次世界大戦後も、ソ連をはじめ各国で多連装ロケット砲の開発、運用が続けられている。 また1950年代から1960年代には、無誘導の大型ロケット弾を発射する兵器が開発された。例えば、アメリカ合衆国の MGR-1 オネストジョンや、MGR-3 リトルジョン、ソビエト連邦のフロッグシリーズとして知られる 2K6 ルーナや 9K52 ルーナ M などである。これらの兵器は、本格的な誘導装置を持った。 地対地ミサイルの実用化により退役が進んでいるが、一部の国では現役である。ソビエト連邦ドイツ国アメリカ合衆国イギリス、大日本帝国アメリカ合衆国ソビエト連邦、ロシア大韓民国中華人民共和国ドイツ日本、イスラエルブラジル南アフリカ。ありがとうございます。